Center en Laredo, Texas. Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta noche. This is the main event. Bob Arum's Top Rank Incorporated, en asociación con la cerveza Miller Lite y Deportes Telefutura, presentan Solo Boxeo. Este combate, pactado a 12 asaltos por el título Super Mosca de la AMB. This bout is for 4 rounds of boxing for the WBA Super Flyweight Championship of the World. Supervisor de la AMB, supervising by the WBA, Gonzalo López Silva. Los jueces, the judges, Ray Hawkins, Orange Schellenberger, y el doctor Rubén García. El referee, Lawrence Cole. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina azul, en el blue corner. Vestido de plateado con color rojo. 共通項がありまして、クリムさん、2人とも日本のリングでチャンピオンになっているんですよね。ああ、そうですね。本当はですね、石原選手のターゲットはムニョスだったんです。はいはい、ところが試合の、1ヶ月ほど前ですね、ムニョス選手が9秒でですね、まあ、試合ができないということになって、暫定タイトルマッチに変わったんですね。はい、そこでカスティーヨ選手急遽出てきたんですけどね、はい、だから石原選手非常にいい試合したんですけど、最後にですね、右のカウンター一発で、逆転系を負けしましたよね。こちらが暫定王者マーティン・カスティーリョです。28戦目、これまで26勝して1敗です。16 KO 勝ち。そしてこちらが正チャンピオン。ウェイングイン at an identical 115 pounds。 A nivel profesional mantiene un récord invicto de 25 victorias。 24 de sus victorias por medio de knockout。 今回がこちらのミネスは4度目の防衛戦に当たります。一方の先ほどのカスティーリョは初防衛戦、正チャンピオンと暫定チャンピオンですが、それぞれ防衛回数はこのまま継続していきます。 WBA Super Flyweight Champion of the World de Bolívar, Venezuela, Alexander El Explosivo Muñoz。 El Explosivo っていうのはですね、これ破壊的な男っていう意味ですね。破壊者ぴったりですね。倒し屋っていうんですね。 WBA 世界スーパーフライ級の王座統一戦です。ご覧の2人が対戦いたします。身長は一緒。さあ浜さん、はい、注目の一戦ですがどうでしょう。まあ、今言ったムニョスは倒し屋、まあ、やっぱり強さではムニョス、はい、安定感はカスティーリョの方があります。おお、どちらがこの試合で勝るんでしょうか。まもなく試合開始のゴングです。さあ第1ラウンドスタートしました。ムニョスとカスティーリョの激突です。左長いリーチを伸ばしていきます。ムニョス115パウンドの戦いであります。カスティーリョ、まあオリンピック行っただけありまして、まあ、メキシコで、アマチュア経験しています。このマーティン・カスティーリョ、アマチュア戦績がメキシコ人の割には非常に多くて161勝、19敗という、もう本当に多い数こなしています。何でもプロフィールによるとフロイド・メイウェザーやエリック・モルエルにも勝ったというこのカスティーリョ、キラキラ光るトランクスの方です。アマチュア時代の戦績は輝かしいですよね。そうですよね。まあ、フロイド・メイウェザー、エリック・モレルにその勝ってるんですからね、評価が高いのも分かりますね。はい、さあ WBA のチャンピオン一人にしようじゃないかという統一戦です。お客様の川島選手はどうですか。どちらの選手についつい目が行きがちですか。あえて言うならば、そうですね、まあ、ムニョス選手に注目いっちゃいますけどね。
ムニオスのがやっぱりビデオを多く見てるだけに、そうですね、割とこう入り込みやすいんでしょうね。そうしますと、今日は調子いいな、今日はあの試合よりもいいなっていうのは大体わかるんじゃないですか。そうですね、そのぐらいまでね。今これまあ始まったばっかりですけど、はい、ちょっと重そうですね。え、ムニオスが、はい、ああそうですか。ちょっと体にキレがないっていうか。おお、じゃあ川島さんの中に、頭の中にあるムニオスっていうのはもっとキレがいい。そうですね、打ち返されました。浜さんどうです、立ち上がりどういう、確かにそうですね、この選手は最初からブンブン振り回しますからね。そういうとこありますよね、確かにね。まあ、あ、ちょっとやっぱりカスティーリョの、まあ、速い動きを見てしまってるところが今ありますからね。抑えてるんではなくてちょっと見てしまってるんでしょうかね。うん、だから普通だったら自然に体が動きますけどね。あ、どんどんね、やっぱり少し、動き方が、まあ、反応がちょっと少しスムーズじゃないと。まあ、その点、カスティーリョの方はリズム、持っていい感じの動きですよね、はい、シャープですね、このジャンプもね、キレがあります。もう少し1ラウンド目警戒するかと思いましたけど、はい、やっぱり自信あるのかですね、カスティーリョも。ムニオスはやっぱりいい距離で、はい、自分のいい距離で戦ってますよ。まあ、自分のいい距離というのは、これはムニオスのパンチが飛んできますからね、ただそれも頭に入れてやってるでしょうけど、自信あるんでしょうね。ここでゴングです。第1ラウンド終了しました。コインさん、ポイントお願いします。1ラウンド目はですね、このカスティーリョの方の10対9ですね、はい、左のリードパンチがその夜正確にヒットしてましたよね。暫定チャンピオンカスティーリョ、1ラウンドなかなかいい立ち上がりにしました。ニックネームがですね、はい、リングアナウンサーガジットって言ってたんですね。これガージョっていうとですね、チャボっていう意味です。まあ、黄金のバンタム、バンタムというのはチャボという鳥ですね、鳥ですね、まあ、オンドリですよね、それの、まあ、小さなチャボという意味ですね。まあ、スーパーフライ級も、まあまあ、バンタム、昔ジュニアバンタムと言ってましたから、まあ、バンタムですよね。あ、まあ、このすばしっこさがそういう感じなんでしょうかね。そうですね、こちらが、まあ、チャンピオンアレクサンドル・ムニオス。確かにそうですね、ちょっと相手の、キレのある動きに、戸惑ったのか、あるいはじっと見ようということだったのか。ムニオス1ラウンド重そうな感じを受けたという川島さんです。まあ、ムニオスのですね、その9セコンド、ついてたのをついているのはですね、はい、オランヘル・ラモスですね、はい。まあ、ニックネームメミンっていうんですね、メミンメミンっていうのがんですけどね。アレクサンドル・ムニオス2ラウンド目に入りました。久しぶりです。このアレクサンドル・ムニオスは随分こう災いを、受けやすいタイプなのか、暴漢に2度ほどやられておりまして、前回の1月の、2004年の1月の4度目の防衛戦、小島選手の挑戦をまあ退けた、これは良かったんですが、その後暴漢に襲われてしまいまして、しばらく戦うことができませんでしたということもありまして、暫定チャンピオンが生まれたわけです。まあ、その時の足の怪我がありますからね、まあ、足というのはですね、本当にちょっとしたバネなんですけど大事なんですね。なんか報道によると初防衛戦の後にもそういうことが、ね、ね、あったんだっていう話ですよね。襲われやすいタイプなのかもしれません。前回の場合はもう特に自宅で襲われてしまいました。アレクサンドル・ムニオス、まあ、防寒にはですね、マスクですよね。それは風邪じゃないですか、はい、川島さんどうですか、はい、こういう展開は。いや、いいですね。いいですか、はい、左を出しました。川島さんも、まあ、怪我されたことがあるかどうか分かりませんけども、はい、そういう不良のことでブランクができてしまうと体調はやっぱり作りづらいもんなんでしょうかね。どうなんでしょうね。やっぱり怖さが残っちゃうと思うんですよね。あ、その怪我した部分を気にして練習にもやらなきゃいけなくなっちゃうと思う。あ、そうでしょうね、はい、その辺もちょっとこの重たさに、原因があるのかもしれません、要因があるのかもしれませんが、ムニオスどうですか。1ラウンドと比べて川島さん、先ほど感じた重たさっていうのはまだ取れません。そうですね、やっぱりちょっと調子悪いのか作れてこれてないっていうんですかね。あ、そうですか。ちょっと今スリップだったんですけどね、はい、このカスティーリョですね、
そのムニョスのパンチ、強打ある、パンチがあることは十分知ってるはずですよね、それでこの距離で戦うというのはいい度胸してますね、確かにありますね、それでよく研究してますし、あの見えないところでよくフェイントかけたりですね、はいはい、その相手パンチ来た時にですね、避ける反射神経が今日は鋭いですね。ではあの川島さん、あのカスティーリョの方はどういうことを思いました？目がいいですよね。そのこれだけパンチのあるムニョスにあの距離で戦って、はい、やっぱり避けれてますからね。あ、なるほどね、確かにね、そうですね。第2ラウンド終了しています。小泉さんお願いします。もうこのラウンドはカスティーリョですね。まあ、相手のパンチをですね、空回りさせてますよね。それで自分のパンチはその数多くないんですけど、やはり左ヒットしてますからね、はい、10対9でカスティーリョ。訂正があります。先ほど私あの小島選手との防衛戦を4度目の防衛戦と言いましたが、前回ですが3度目の防衛戦の誤りです。どうも失礼いたしました。そうですね、日本で、まあ、4戦してるんですけど、最初の試合はセルス選手から取った試合ですね、はい、私それを入れてしまいまして、そうですね、今回が4度目の防衛戦です。世界戦全部日本でやってるというアレクサンドル・ムニョス、そしてマーティン・カスティーリョの試合、カスティーリョも日本で暫定王者となりました、そういう試合をご覧いただいています。浜田さん、このカスティーリョの方は浜田さんの印象はどうです？立ち上がり、やっぱり安定したボクシングにしますよね。あ、やっぱりそうですか。攻防兼備というんですかね、いつでも守れる、いつでも打てるというフォーム、そしてその距離で言いますね、はい、まあ、対するムニョスは、まあ、思いっきり打つ選手ですけどね、ええ、思いっきり打つタイムが今全然つかめてないというところがあるんですね。これ浜田さん、多分ムニョスのことですから、一発当たり始めたらガン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 いつもの調子が出てきますでしょうからね。どこでも打つんですね、ガードの上でも打つと、はい、だからそれがモチャジなんですね。それは今最初の取っかかりがなんかできないような感じですよね。 まだ生きてないですね、それが当たらないからそうなのか、重たいからそうなのか、これがはっきりは分かりませんけれども、とにかくいつも のムニョスではないことは確かです。セルス小林君の話だと、はい、ガードしていてもガードの上から頭まで響いてくると言ってましたからね。かなり強い、破壊力のあるパンチを持っていますアレクサンドル・ムニョス。ローエンス・コールさん、どうするでしょうか。休ませるか、どうかな。ちょっと時間を取っています。さあ試合は続きます。このカスティーリョは、まあ、現在暫定チャンピオンになっていますが、その前に1回世界戦を経験していまして、当時の IBF スーパーフライ級のタイトルに挑戦しましたフェリックス・マチャド、しかしこれは6ラウンド負傷判定負けを喫しています。まあ、あの試合はですね、その唯一の敗北なんですけれど、はい、まあ、あそこまでで負傷判定取られたっていうのはちょっと、まあ、アンラッキーな面がありますね。まあ、そして2度目の挑戦で日本で体感したわけです。まあ、暫定とは言われていますが、これは日本では暫定とついてしまいますけども、一般的にはこのチャンピオンと同じ扱いをされています。ですからこの統一戦で勝った方がそのまま自分の防衛回数を伸ばしていくことになります。カスティーリョが勝ちますと初防衛に成功、一方ムニョスが勝ちますと4度目の防衛に成功となります。まあ、ムニョスは持ってると思いますね。何でしょう、こいつうまいな、なかなか自分のパンチ当たらないな。この破壊力のあるパンチも当たらなければ川島さんね、はい、どうしようもないわけですもんね。空を切ってますね。これやっぱり空振りさせられると嫌な展開でしょ、気分でしょ。嫌ですね、スタミナも空振りが一番やっぱり疲れるんで、はい、軽くでありますが頬を捉えました。左伸ばします。ちょっとこのラウンドはですね、カスイオがそのちょっと相手見てますね。どうしたんでしょう。まあ警戒してるんですよやっぱり、じゃあちょっと食ったんですね。それでこのラウンドちょっと当たり始めましたね。ムニョスですね。ムニョスですね。そうですね、なんか当たることに重点を置いているのか当て始めています、アレクサンドル・ムニョス。第
3ラウンド終了です。パンチ当たらないですねって言ったら当たり出すからもう解説者恥かきますよね。このラウンドは、10対9ムニョスつけますね、はい。ムニョスの豪快さちょっとずつ当たり始めたので、そろそろ戻ってくるラウンドかなという気がします。このいいカード日本的にはもうおなじみの日本で戦っている2人ですから、非常によく知られた2人と言ってもいいと思いますが、浜さんそれにしちゃちょっとお客さん少ないかなと思いませんか。まあアメリカの場合にはやっぱり重いクラスの選手が人気あるというのはありますよね。まあ、ムニョスにアメリカでのその知名度がないんですね。だからあのカスティーヨっていうのはこれ地元の選手ですから、はい、まあ、人気あるんですけどね。この試合のカードの良さっていうのはですね、宣伝しきれてないように思いますね、はい。この試合はアメリカのテキサス州のラレドで行われています。エンターテイメントセンターです。確かにムニョスのパンチが少しずつですが、あの豪快なパンチじゃないんですが当たり始めているようですが、だからまず体に当てるということですね。体に当たっていったら今度は相手あの余計に入りますからね、そこを立て続けに打っていくと、それあのガードの上でも打っていけばムニョスのリズムが出てきますからね。一応必ずポジション変えてちょっと右動くんですね、このガスイヤっていうのは、はい。コンビネーション当てた後、橋本さん、ちょっとやっぱりあのムニョスが当て始めたんで加水力変わってきましたね。そうですね、ちょっと警戒してますね、クイックな動きをかなり使います。これやっぱりあの、ここでも加水力当てましたね。行ったらちょっとポジション変えますね。注意しながら戦ってますね、はい。川島さんはこう戦ってる最中にあれいつもの俺と違うなと思った時はまずどうします。やっぱりその左から立て直しますね。あ、左を、はい、まず左を当てようっていう、まず左で当ててみ、当てる。ああそんなムニョス左をやっぱり当てようという感じで、あの思いっきり振るパンチではないんですが当ててきています。やっぱり浜田さん左から始まるんですねボクシングは、まあ、あの基本は左から始まって、左で終わると、最初左打って右打ってそしてまた左まで打つと、返しの左まで、まあ、これ基本ではありますね。まあ、ただ基本通りで、みんなやるというこっちじゃないんですけどね、はい。今いいパンチが取れました。来ましたね。手が出ません。ムニョス交代します、交代します。一発いいパンチをもらいました。 いつでもです、ね、食いそうな感じはあるんですよムニョスの場合のは、それはね今まで当たらない、あるいはこうかする程度だったんですけども、全く手がピタッと止まってます。さあ、カスティーヨが詰めてきます。いいパンチがまた入りました。左フック当てて、それで右フォローしましたよね。連打の中で、今のはいいパンチというよりも確実に、急所打ちましたね。なるほど、強いパンチというよりも確実に打ちましたね。当てたんですね。当てましたね、で、今のムニョスだったら当てるだけで倒れるんですね。今まで我慢しましたけどね。あとやっぱり怪我のあれもあるんですかな、足を怪我したということで、足怪我するとやっぱり柔軟性がなくなると頭まで引きますからね。なるほど苦しい展開です。ムニョス第4ラウンドダウンです。カスティーヨの10対8ですね、はい。そのダウン取る前にですね、左フックがヒットしてですね、はい、ちょっと足に来てましたよね。ちょうど調子に乗りかけた時に、大きく振ってる時でしたけどね、はい、左フックを大きく打ちに行ったところ左に振りましたね。これあの川島さん顔見るとダメージ深そうですね。結構ね、そうですね、ちょっと焦りもありそうですね、そうですね、そんな感じですね。今頭混乱してるかもしれません。こんな時はセコンドはですね、こういう倒し屋の選手を落ち着かせることですね。さあこれは大変なことになりました。アレクサンドル・ムニョス
今なんて言ってるか、もべてもべてって言ってるのは、どういうことですか。もめてるわけじゃないんですよね。あの、もっと動けっていう意味なんですね。お前を動けっていう意味です。もめともめと、うわ、よく集めましたね浜田さん、パンチを。とにかく空振りをなくして、相手の球種に当てるってことを、まあ、そういうところではカスティーリョうまいですよね。まとまってますね。そうですね、非常にいいまとまっています。普通相手が効いてしまうとですね、どうしても強いパンチ入れたいから打つ方も慌てて大振りになるんですけどね。はいはい、両者は対照的ですね、その打ち方が。そのカスティーリョの方は非常にコンパクトですね。で、一方ムニョスの方はダイナミックですよ。そうですね、おお、相手のお株を奪うようなカスティーリョ、豪快なパンチを出してきます。また相打ち、ムニョス打ち始めました。打ち合ってますね、この距離で。ムニョスはこういった選手なんですね。そうですね、うん、これ打ち合いになれば打ちになるほどムニョスの、ね、展開ではありますが、今のムニョスにそれができるか。今効いたままの打ち合いですからね。まだ一発、まだ効いてますね。まだ効いてますね、これね、うん、あー、もう今ちょっと打ち合うのは早すぎたのかもしれません。まあ、ムニョスのディフェンスっていうのはある意味で相手を打ってこさせないという。おーっとっと、膝はついてません。うわー、膝が折れました。左ナッパー受けています。やっぱり足の怪我が響いてますかな。ちょっとやっぱりね、ぎくしゃくしてるのかもしれませんね。踏ん張りが効かないのか。でカスティーリョがいいのがですね、打ち終わったら一旦ガードに戻りますね。オンガードポジションに、ね、ここでまたガード上げてるでしょう。半分がつきました。第5ラウンド、ムニョス懸命に打ち返します。ムニョスはですね、あの回復力の速い選手なんですね、まあ、ええ、どういう回復力かというと、息切れして1分間休んで次また打ちに行くんですね。あ、ただ打たれてのダメージですからね今のは、ええ、どこまで回復できるか。お、右カウンターは決まりませんでした。カスティーリョブロックしました。左もらいました。パンチで抑えきれません。左フックが目に当たりましたね。当たりましたね。ちょっと目を、パチパチしましたね。しばたいてましたね、ちょっと鈍いアッパーですが豪快に振ろうというムニョス。あー、カスティーリョ大きなチャンスを迎えているようです。あと30秒。ムニョスはね、左当てたいんですよ、はい、左当ててから攻撃組み立てたいんですけど、左打つとですね、左負けするんですよね。あ、向こうの方がシャープでコンパクトな左当ててきますよね、自分左当てるときに。そうですね、だからあんな無理に右から行ったりするんですよね。いや、パカット、左パチンと当てられました。ムニョスで、ムニョスのような選手はですね、俺の一発が当たるっていう、そういうね、過信っていうのがやはり心の中あるんですよ。あ、そうでしょうね。だからちょっとこういうボクシングになるんですね、ちょっとラフになってますね、はい。第5ラウンド終了です。このラウンドも文句ないでしょう、はい、カスティーリョの方がその有効なクリヒット多かったんですね、はい。いやー、鹿島さんどうですか、あれほど強いムニョスが今大苦戦してますね。そうですね、こんなムニョスを見るとは思わなかったですけどね、あの25のうち24の KO で勝ってたら、やっぱり最後の頼みはこの自分の一発でしょうから ね、 そうですね。なんとしても当てたいんですが、こういうふうに今あのダメージを受けてる時っていうのは、その一発も当然ながら当たる確率って低いでしょうからね。そうですね、まあ、ちょっとダメージもあると思うんで、パンチももうちょっと半減しちゃってる感じもしますけどね。さあ、ムニョスはどういうことを考えますでしょう。そうしますとね、まあ、あとセコンドがどういう指示したかですよね、まあ、あの無意識の状態でセコンドの指示は頭に入りますからね。はいはい、先に出していきます、カスティーリョ。浜さん、カスティーリョの方はどうやって戦っていいですか。このいい形になりましたけど、あのこれだけの状態でも大事に生きながら打ってますね。あ、これがこの人のボクシングなんでしょうね。そうなんですね、攻防一体の選手ですね、攻めながらも守ってる状態がありますよね。あ、まあ普通だったらさっきのラウンド、はい、もっといったら、あるいはまたダウン取れるんじゃないかという状態はあるわけですよね。でもカスティーリョサイドからするとこれ以上いったら
ダウン取れるかもしれないけど打たれるかもしれないと、ええ、その打たれるかもしれないというところをやっぱり、大事にしますよね。危険なことは極力抑えておきたい、控えておきたいというこのカスティーリョ。いや川島さん、今インサイドから右のストレート良かったですね。そうですね、結構カスティーリョ今やりたいことができるような感じになってきてるんでしょうかね。そうですね、もう自分のある程度ペースには持ち込んでるような感じがしますね、はいはい、これ一発で思い切り振ってきます。もうこの一発だけ、最後気をつければというカスティーリョ、そんな感じにも見えるんですが、まだまだムニョス、先ほど浜さんおっしゃいましたけど回復力がね早いんですよね。この選手は本当に1分間休むと、ええ、また元気出てくるんですね。そして、ええ、リングの、あ、リングじゃなくてラウンドの後半、はい、ラウンドの後半また失速するんですね。あ、全部力を最初の1分間ぐらいで使ってしまうんですね。はいはい、こうやって手数は減っています。この間にもおそらく少しは回復しているんではないでしょうか。小泉さん、ちょっとムニョスパンチ減らしてますよね。減らしてるっていうより相手がですね、その右へ左へですねポジションを変えてますから、ね、打てない、手を出せないんですか。だから左当てたいんですよ。それで その後その右の大きなの行って左フック返したいんですけどね。いや、カスティーヨがその巧みに動いてるわけですよ。はいはい、多分このラウンドはですねセコンドに言われたんだと思うんですね、ええ、ちょっと距離取って注意していけと、ええ、まだ相手はパンチあるぞぐらい言われたんじゃないですかね、はい、これまでのラウンドとちょっと攻め方違いますもんね。そうですね、違いますよね。よく見てるようです。あとムニョスサイドもですね、今このラウンド相手がそんなに打ってこないからある意味回復する時間があるかもしれないですよ。あ、そうですね、ええ、左、長い左に出しました。襲いかかります。左、ヨーと。とにかくいい形で一発当てればムニョス大逆転します。ストッピングされました。おお、顔を抜け取らしています。いずれも空は切っていますが、ムニョス、浜さんおっしゃるとちょっと戻ってきてるかもしれませんね。カスティーリョサイドの、攻めに行かないとムニョスサイドが休めますよね、その作戦がどういうふうに出るか、まあ、今後あの次のラウンドから分かるでしょうね。注意するのも良し悪しですね。そうするとね、そうですね、もうあのムニョス効いてますからね、効いてるのがやっぱり3分間、打たれないと回復しますから、はい、確かに決めどころを逃す、終わってみれば逃してたということもあり得ます。ポイントをお願いします。ポイントさん、私はですね、そのカスティーヨのワンツーの方を取ってラウンド全般を支配してた、はい、ペース取りますけどね、そのカスティーヨの有効だっていうのもあれだけなんですよね、右左動いてあんまりパンチ出しない、今のラウンドはね、で最後にですね、ムニョスが2つ3つまとめましたよね、だから私はそのカスティーヨですけど、ムニョスにつけてる人もいるかもわからないようなラウンドだったんですね。これから始まるラウンドは第7ラウンドです。川島さんはあの戦ってる時にポイントの計算というのはされます？ある程度はしますね。今のは取ったら、はい、微妙なラウンドはどう思うんですか？お互いに、まあ、自分も手も出なかった、相手も出なかった、あるいは有効だなかったっていうのはどうですか？そういう時は大体僕のスタイルで取られてる時が多いんで、取られただろうなっていう、はい、まあそれとはね、堅実ですもんね、はい、あ、第7ラウンドです。2人はどうでしょうか、そういう計算してますでしょうか。このスタイルが違うんで計算の仕方も違うかもしれません。ムニョスとそしてカスティーリョ、対照的な2人、今まであんまり計算しなかったんでしょうね。まあする必要なかったでしょうからね、で25戦のうち倒せなかったのは1試合だけですから、まあ、倒すことだけを考えて戦ってきたかもしれません。倒せばあのポイント関係ないわけですからね、そうですよね、まあ、その唯一 その判定まで生き延びたのが本田選手ですよね、はいはい、そうして今振り返ると本田選手のディフェンス技術っていうのはやはりそれだけ優れてたということになりますね。2003年10月両国国技館で、本田選手、まあ、グリーン津田ジムの本田秀信選手と戦いました。これが唯一ムニョスから見たらノックアウトを逃した試合です。浜さんどうですか、ムニョス治ってきました？だいぶ足に力入ってきましたね。戻ってきましたか、うん、カスティーリョ そのちょっと注意深さというのはまだ続いてますか？ありますね。まだ気をつけてるようですか？ありますね。
結構慎重なんですね。慎重ですね。だから攻防兼備で攻めながらも守るという選手ですからね。ムニョスの場合は攻めたら攻めっぱなしですから、カウンター食う恐れもありながら攻めっぱなしですからね。川島さん、自分の戦ってて、はい、まあ、勝った試合も負けた試合もあの時言っとけばよかったな、もっと早く終わったかもしれないというような、結構ありますね。後だって思うとありますでしょう。あ、まあ実際ね、後で振り返ればそれが分かるでしょうけどもね。あ、左レッドします。左に飛ばした。やっぱりムニョスは回復はしてもですね、やっぱりずるずる抜けない回復、抜けないダウンですね。深々と入ってきましたかね、ダメージが。この抜けないダメージですね。抜けるダメージと抜けないダメージがあるんですよね。いや、いいボクシング戻りつつあるんですけど、やっぱり芯のところはやっぱりもうあれですかね、残ったままですね。ですかね。コンビネーションの回転の速さが違いますね。どう違いますか。いやというのは、やはりカスイリの方はコンパクトに打ってますからね。ムニョスが3つ打つ間にそのカスイリ4つ当てますよね。それでより的確に当ててきますからね。これムニョスはですね、打ち終わった後ですね、フォロースルー、内向きで手伸ばしてしまいますからね。ガードが開いたままちょっと体残りますよね。そこを入れてますからね。今ダッキングして左フックって言ってますね。マヌエル・ロブレストレーナーです。でポイントはやはりカスティジョの10対9です。はい、メキシコシティ出身、今現在のホームはカリフォルニア州のアシエンダハイツ、マーティン・カスティジョ。メキシコ出身ですから、まあ、スペイン語的に読みますとマルティン・カスティージョなんでしょうけども、まあ、マーティン・カスティージョとお伝えしておきます。まあ、アメリカを本拠地にしてですね、もうアメリカの選手化してますよね。英語読みになってるんでしょうね、もうね。 WBA 世界スーパーフライ級の王座統一戦をご覧いただいています。 WBA の、まあ、現在暫定チャンピオンを入れて2人いるチャンピオンの、まあ、1人にしようという試合です。今回のお客様は WBC チャンピオンの川島選手です。川島選手がこの前戦ったホセ・ナバーロとですね、このマーティン・カスティーヨというのはアマチュア時代からのスパリング仲間なんですね。あ、そうなんですか。親友らしいです。あ、まあ、アマチュアが本当にいいキャリアが長いカスティーヨ、先ほども、まあ、プロフィールでもありましたけれども、フロイド・メイウェザーあるいはエリック・モレルに、まあ、勝ったという情報も聞いています。第8ラウンドです。まあ、ムニョスのセコンドとしてはですね、このムニョスというのはそういう緻密な細かいボクシングできる選手じゃないんですよね。やはりパワーで相手をねじ伏せるボクシングですから、やはり生かさないとしょうがないですよね。そうですよね。左、とにかく当てたい。疲れも加わってきます。こういった深まったラウンド、第8ラウンド WBA 世界スーパーフライ級の王座統一戦、こういう相手が上手い選手の時はですね、いろいろその崩し方あるんですけどね、左出して当たらなくてもいいからそれを続けてコーナーロープへ詰める、ね、そこでガッと攻めるっていうのも一つですね。はいはい、お、左当たりました。ムチョチアスイジョ、お互いにパンチは当たり、オービーストレート打ち合いになります。ムニョスはこういう動く選手がちょっと苦手なのかもしれないですね。はい、まだダウンですね、ですね。これ今は入れ違いざまですね。実際に当てられましたよね。で引っ掛けた感じもしましたけど、効いてますからね。いや、これは痛いダウンです。さらにポイントが離れてしまいます。なんとかこのウンク選手を捉えてしまいたい。効いてるんですよね、ムニョスは。ダメージありそうですね。そうですね。パンチが当たらないことの心理的、精神的な焦りとですね、ダウン2度取られた、その、いや俺は負けてるっていう焦りもありますね。はいはい、実際、膝、体にもちょっとダメージありますね。うわっと、距離も合いません。まあ、浜さん、いつもですと、まあ、自分のパンチで相手が おじけづいて後退して、それを詰めてってプレッシャーかけて打ち倒してしまうという感じだったんですが、
だから効いてるんでですね、できないんですね、なかなか強いパンチが打てないですね、そうすると自分の得意なプレッシャーも当然かからないし、そういうことですね、打ちに行って打たれてる状態ですね、今相手がまたましてやこう上手いですからね、右どんどん当ててきます、効いてますよ、効いてますね今ね、ムニョスはねもっとボディ攻めてですね、相手のそのちょこまかした動きをですね、止めたいんです、このムニョスっていうのはヘッドハンターなんですよ、頭ばっかり狙う、それはまあこれだけパンチがあってこれだけ KO しているとですね、それも分かりますけどね、ボディを前半からもっと打っとくべきだったよね、はい、まあダウンありましたからポイントは10対8ですね、カスティーリョです、まあ、川島さんが戦うことを想定してこう研究したムニョスの中では一番こう、うまくいっていないムニョス選手を ね、これ間違いなくね、まあ、これまでずっと勝ってきたんですが一番当然ここまでは展開としては一番悪い展開でしょう、今も右引っ掛けられた時に効いてなかったら倒れるパンチじゃないですかね、こらえられた、うん、そうですね、悪い展開のことばかり川島さんに振って申し訳ないんですけど、ムニョスの立場に立ったらこれほど追い込まれたら自分が、はい、どういう気持ち、あるいはどういう動きをします、まあこの終盤来たらもう開き直って、倒されてもいいから倒しに行くしかないと思うんですけどね、その気力体力もね、はい、あればの話ですけどどうでしょうか、今現地のスーパーがWBC と出たようです、 WBC はもう川島さんの団体ですからね、 WBA の誤りです、現地のスーパーが間違っておりました、川島さんね、まあこの話は後でしたいと思いますけども、ずっと川島さんがチャンピオン続けると統一戦なんていう話も当然、はい、周りも言い出しますでしょ、はい、私も言いましたけども、そういうのどういうふうに受け止めて、つかみ打ちました。そうですね、やっぱりゆくゆくはそういう大きな、まあ目標というか夢も持ってやってみたいと、やりたいですけどね。あ、ちょっと今映像が乱れております。ご了承いただきたいと思います。揺さぶってんですよね。画面も揺さぶってますけど、ね、ボクシングもそうですよ。あ、当たった。これはまた追い込んではいるんですけども、ここで浜さん一発入れたいんですよね、うん、おお実際右出ました、力を全部使ってですね、先ほど川島さんがおっしゃった、もう開き直ってこう一発という感じで行ってんでしょうかね、これでいいんですよ、もうムニョスはもうこれ行かないと勝てないです、ムニョスはこれで勝ってきました、これしかまたありません、相手とボクシングの試合してたら向こうの方がテクニックあるんですから、もうねじ伏せるボクシングしないといけないですね、そのためにコーナーロープを押し込むことですね、しっかりと固めて相手が嫌がることやらなくて、もうちょっとムニョスはボディを打っときたかったですよね、あ、まあ、前半の力、あ、やっぱ動く選手なんで、ボディっていうのはそう止まってるもんなんでね、先ほど小泉さんがヘッドハンターという言葉を使ってましたけども、やっぱり川島さんも、はい、こいつあんまりボディ打たないなっていうことを感じていらっしゃいました、そうですね、まああんまりというか、はい、頭部に比べて普通よりもちょっと比率は、ね、低いでしょうかね、はい、ボディへのねパンチ、あ、ナバロのことですか、下打たないというの、あ、ごめんなさい、ムニョス、はいはいはい、ナバロもヘッドハンターだったんですよ、あ、そう、川島選手パンチあるんでですね、そのやはり下怖くて打てなかったんでしょうね、だから打っちゃったらすぐガゲっていう風な感じだったんですね、第9ラウンド終了です、あは、今力を使い切ったというラウンド終了しています、フラフラしてます ね、ただポイントはですね、このラウンドはもう打ちまくりましたから、その、カスティはうまく避け切ったんですけど、私はムニョスのポイントにつけますね、はい、当たってはいたんですよ、ただね、きちんと当てさせてないです、体を反らしたりヘッドスリップしたりですね、パンチに気を殺しながらですね、ムニョス、しかし2回のダウン喫してますから、まだまだポイントはつかないところでしょう、
浜さん、やっぱり打ち倒して勝たないきゃちょっときつそうですね。このあと3ラウンドですから、3回あと3回で1回ずつダウン取っても、今まで他のラウンドを取られているのが多いでしょうからね、やっぱりノックアウトじゃないと勝ちきれないと思いますね。今まで自分が勝ってきたようにノックアウトで勝てばいいわけですから。しかし今のこのムニョスの状況でノックアウト取れるかどうか。第10ラウンドです。 WBA 世界スーパーフライ級の王座統一戦です。ラウンドの始めやはりこうして動いてリズム作ってるんですよね。はいはい、ボディ打ちました。左ボディ打ちますね。まあ、ちょっと今日はムニョスの話がここまで多いんですけども、川島さん、カスティーリョ改めてここまでご覧になって どうです、見方印象変わりました。やっぱり上手いなというのは一緒ですか。ここまでやる選手だとは思わなかったですね。あ、想像以上。はい、あ、思った以上にこのムニョスを追い込んでいます。いい展開です。また形がいいからどんどん自分のいいところが出てるんでしょうね、この試合ね。そうですね、もう完全にカスティーリョのペースでいってるんで、はい、またいきなり右出しました。今度左返します。ボディ一発ムニョス当てたいんですが続きません。パンチ数も浜さん、一発一回に打てるパンチ数が減ってきた感じありますね。足に力が入らないしですね、仕方ないといえば仕方ないところありますね。上半身だけでやっぱりね、状態だけで打ってるような感じありますね。ガードの上でも何発を打つ選手なんですけど、やっぱりまあそれが今できなくなってますからね。一発だったらもう一発でもいいんですよ、はい、一発一発狙ってしっかり強く打つと当たればいいんですから、セレス小林選手と戦った時のムニョスとは違いますね、やはりボクシングでは膝っていうのが大事なんでしょうね。まあ、ベネズエラで暴漢の打ったピストルの弾が石に跳ね返ってそれで膝に当たったらしいんです。で片方の膝をその治療中一旦治ったんですけど、そちらの膝をかばいながら練習していた、もう一つの方の膝も痛めたらしいんです。そういう痛め方をしたんですか。膝のバネが、まあ、ポイントで負けてるから言うわけじゃないんですけど、ちょっとバネがないですよね。まあね、跳ね返った球が当たったという、まあ、非常にアンラッキー、まあ、命あったからラッキーと言った方がいいかもしれませんが、アレクサンドル・ムニョス、ついてません。11ヶ月のインターバルができてしまいました。ブランクと言った方がいいかもしれません。そうですね、ブランクになるでしょうね。まあ、全然不活動、不活発だったわけですからね。消耗戦です。まあ、ベネズエラっていうのは治安が悪いんでですね、あいつ世界チャンピオンだから金持ってるだろうそういうことで強盗に入られたりだね。かなわないですね、じゃあね。だからそれだけ、まあ、いいボディ、政治の問題になってくるんですけどね、まあ、先ほど川島さん触れましたが結構綺麗な鮮やかなボディブロー打ちますね。打ちますね、カスティーリョ、いい動きを見せてます。ラウンドは深まってきています。10ラウンド終了しました。どうですか、小泉さん。カスティーリョの10対9ですね。ムニョス取れませんか。その相手のパンチを空回りさせてますよね。で、相手はそれをあれだけパンチのあるムニョスに左アッパーのボディ打ちの怖いですよ。確かにそうですね。右のフック合わせるかもわからないんですよ。これがですね、もう相手のタイミングを読んだそういうことで、自分避けきれる自信あるんでしょうね、はい、今映っていますのがカスティーリョ、2004年の5月16日、日本の石原秀康選手に11ラウンド TKO 勝ち、まあ、逆転勝ちで、クーイの WBA 暫定世界スーパーフライ級タイトルを獲得しました。まあ、クーイといっても暫定はクーイに決まってるんですが、ムニョス、防衛戦を行えないために、暫定王者となりました。セコンドで、ね、モバテ・アララードって言ってますよね、はい、アラードっていうのはですね、アラドって言って言うんじゃないんですよね途中でそういうの言うのやめてください頭入らなくなります、はい、答えはどうですか。サイドへ動けっていう、ラドっていうのはサイドっていう、サイド、それはどちらが言ってたんですか。カスユの方ですね。セコンドの、ね、マヌエル・ロブレスっていうのはです、ね、はい、非常に冷静ですね、
パかけて怒鳴らないですよ。静かにそのポイントだけ言いますね、はい、いやカスティーレ随分余裕が出てきてるのか、相手のパンチはもう止められる、ブロックできるというような感じで左をもうかなり作ってます。警戒してますよ。警戒します、うん、警戒してますよ。ムニョスの必死さっていうのが伝わってきますね。そうですね、結構手を出しましたね。一発当てたい、それで負けてる、当てなきゃ、実は当たりは行ってしまいますからね、ムニョスのパンチ、もうモロに当たりは。まだそうでしょうね、まだそういう力は秘めてますでしょうけど、なかなかタイミング合わさせてくれないんですね。あ、紙一重で避けて、避けて、でパンチ打ち返してきますね、このカスティーヨは。打っては離れ、打っては離れします。カスティーヨもこれだけダウン奪って、ね、まあ、ポイントでは余裕はあると思うんですけど、ええ、逃げてはないですね。逃げのボクシングはしてないですね。この左のやっぱり攻めのボクシングをしてるんでしょうかね。そうですね、カスティーヨうまいのはですね、フェイントかけてちょっとプレッシャーかけながらですね、休んでるんですよ。結構そのスタミナの配分考えながら、ちょっと省エネのボクシングのラウンドも入れてますね、はい、パンチ打っては離れ、打っては離れします。さあムニョス進めてきますが、先にパンチもらいます。カスティーヨもさすがに疲労はありますよ。はいはい、あともう間もなくこのラウンドは終わろうとしています。1ラウンドとちょっとということになりますが、まだ当てる時間はあります。あ、右クロス、カスティーヨ力強いパンチがムニョスちょっと消えてます。ただカスティーヨも逃げ腰になるとムニョス襲いかかってきますよね、はい、もう逆転 KO 狙って、カスティーヨも疲れてきました ね、 で、 すね。でも多分これポイントアウトしようなんて思わない方がいいんでしょうね、カスティーヨの気持ちになったらね。その思った瞬間に何かこう心に隙ができそうです。11ラウンド目終了しました。まあ、ポイントはですね、カスティーヨのね、あ、まあ、パンチより的確ですもんね、ポイント勝ってる時のですね、その11ラウンド12ラウンドって結構難しいんですよ。どうしてもポイントを守りたいっていう気にセコンドになるんですけどね、そしてまして相手パンチあるとか、そんな時はですね、傾斜かけて攻めといた方が安全な場合、まあ、これ確率的な問題ですけどね、どちらがいいとは言えないんですけど、日本のベルトがあります。日本のベルトですね、全くやっぱり同じなんですね。まあ、文字通り同格ですよね、ええ、まあ、このベルトが1本になります。暫定チャンピオンがいなくなります。まあ、そういう言い方もまた語弊があるかもしれませんが、チャンピオンが1人になります。さあラストラウンドです。グローブを合わせました WBA 世界スーパーフライ級の王座統一戦です。王者対暫定王者の対決です。ここまでは、まあ、ポイントではカスティージョ、暫定王者の方が優位に進めているでしょう。客席にマツダジムの松田会長の顔がちょっと見えますね。あ、そうですか。左打ちます。え、それはどういうことですか。まあ、この勝者に対して石原選手挑戦させるためにですね、惜しかったですからね、偵察ですね、まあ、どんなものかなという現地に、見に行ったんでしょう。お、なんか軽やかなステップを切っています、まあ、マーティン・カスティーヨ逃げ切り体勢に入りましたか、なりましたかついに、うん、まあ3分ですからね、あとね、気持ちは分かります。さあ、こういう逃げ切り体勢の相手を打ち倒すのは、浜さんいつも言いますが一番難しいと、逃げる相手を追いながら打ち倒すというのは難しいでしょ。状況によりますよね。それはどういうことでしょう。完全に試合を捨てて逃げる場合とですね、はいはいはい、この場合の勝ってる選手が逃げる、余裕のある逃げ方といろいろありますから。確かにそうですね、これはじゃあ完全に余裕のある、離れて
ポイントアウト、逃げ切り型ですか。完全にもう逃げ切り体制ですね。良いそうですね。余裕を持って逃げられますと大変です。ムニョスがもう実際あれですもんね、疲れ切ってますもんね。これはやっぱりダウン取られましたからね。2度のダウンです。もう高柳さん、フリオセサルチャベスとメルドリック・テイラーの試合を覚えてるんでしょう。ああ、チャベス・テイラー、残り2秒、はい、最後にそのメルドリック・テイラーがですね、チャベスと打ち合って結局ポイントそれまで勝ってたのに、逆転 TKO 負けしましたよね、はいはい。まあ、あれ以降とは言いませんけどね、アメリカのトレーナーというのは勝ってる時に最後アウトボックスにさせる傾向が強いですね。ただですね、アウトボックスに仕切れる選手でないとですね、というのはそのディフェンス力がある選手でないと、中途半端なやってやってるとですね、負けてる方はさーっと、今いいパンチ、倒れません、組みついています。倒れて止まるかというムニョス、逆転系を狙うムニョスの方がクリンチしましたからね。聞いたんですね。余計余裕が出てきました。30秒切ってます。ムニョスのパターン、打って打ちまくるという状態をやってるんですから ね、もう完全に読まれましたね。あ、そうです。川島さん、今のはとどめの一発みたいです ね。いい一撃でした。これで勝負あったようです。もう本人も確信しています、マーティン・カスティーリョ。試合終了です。判定になりますが、まあ、結果は、明らかでありましょう。WBA 世界スーパーフライ級の王座統一戦、ムニョス、防衛戦を行えないために生まれました暫定チャンピオン、マーティン・カスティーリョ、この2人が戦いました。今担ぎ上げられているのはカスティーリョです。ラストラウンドはあの右のカウンターのすごいのがなければ、ムニョスに行ってたと思いますよ、王政とって。カスティーリョは逃げてばっかりですからね、ところがあのパンチの量がすごかったですね。そうですね、ポイントはカスティーリョですね、はい。ムニョスもムニョス陣営も敗北を認めているようです。全く意気消沈のムニョスコーナー。ただムニョスはムニョスなりによく頑張りましたよ、ダウンされてもですね、最後まで倒しにかかってですね、その一発やらしい戦い方をしましたね、はいはい。このムニョスもですね、その倒しちゃって言いながら、やはり左を当てないと倒せないタイプですね。左で距離をつかまない、その左を当てさせてくれなかったから鉄塔手釣りに空回りしたんですね。Los jueces Hawkins y García entregan tarjetas idénticas de 117 a 109. 117対109が2人、117対109が2人。117 to 109. Y el juez Schellenberger anotó 116 a 110. 116対110. 116 to 110. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, y nuevo campeón Super Mosca de la AMB, Martín El Gallito Castillo. 成功です。正チャンピオンと言われます。まあ、正規のチャンピオン、アレクサンドル・ムネスを退けて、自分が新チャンピオン、ただ一人のチャンピオンとなりました。まあ、8ポイント差が2人、ね、そして6ポイント差が1人、しっかりと差はついてますね。3対0ですね。ベルトどうなんでしょう、これもう1本もらえるんですかね。まあ、ベルトは1本が基本ですから、その栄誉です ね。その一応リング上では2つ進めるかも分かりませんけど、はい、それはムニョスに与えたベルトですからね。名誉が大きいですね、はい。これが統一チャンピオンですね、はい。WBA の正チャンピオンです。チャンピオンが1人になりました。